はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ウィニングポスト9、2020続きやっていきましょう。4月の1週からと、ナイトスペシャル、引き継ぎ、ありでやってます。まあ、今回、種付けもありますね。ドーベル3冠か。よし、OK。で、オーモンダンスね。オーモンダンスのサツキが近づいてる。あ、あとエピファネイアね。頑張ってほしいね。あとはフリントシャーか。OK。はい、ということでいきましょうか。はい、まずはフリントシャーですね。一番人気、これいけるかな。メンバーまあどうですかね。ただフリントシャー結構強くなってるので、まあ、勝ってほしいね。ここはきっちり最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ノーブルミッション先頭、しかしその差はわずか。よし、いいね。止めるか。ここで先頭変わりました。先頭はフリントシャー。あと200m、はい、フリントシャー、このまま振り切れるか。2番手はノーブルミッション。さあ、ノーブルミッションを抑えて勝ちと。フランケルの弟ですね。フリントシャー1着、2着はノーブルミッション、フリントシャー。カインドと、ガリレオの子。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。よし、 OK、 勝ちました。いいね。はい、そしてドーベル3冠。ドーベル3冠もまあ大丈夫じゃないですか。これも勝ちでしょう。来い。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ストーンゴー大丈夫そうやね。伸びっすね。ぐんぐん伸びで強い。相変わらずね。力強い伸び足。後続はまだ後方です。はい、勝ちと。今ゴールイン。段違いの強さです。ドーベル3冠1着、2着は微妙です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ドーベル3冠、よし、ドーベル3冠強いですね。世界に誇れる馬です。安定してます。10連勝中です。乗ってきたね。なんかこの辺で1回くらい負けるんですよね。さあ、エピファネイア1番人気、その後が当選ジョーダンがいて、絆か、まあ、トゥザグローリーとかね、フェノーメノ、まあいろいろいますね、とりあえず、はい、ある程度やれるはず。いざ勝負の時、やはり最後はこの2強だ。エピファネイア先頭、残り 200m、 ここで先頭変わって絆、残り 100m。 あー、負ける。2番手はエピファネイア、絆、先頭だ、絆。初めて負けたね、絆にね。2着にはどうやらエピファネイア、宿命のライバル対決。マジか。この一戦を制したのは絆。そうか、ここ落としたか。はい、 OK、 まあしゃあないね。天皇賞春はね、まあ、距離的にちょっと厳しいので絆使って、まあちょっと無理やり走らせるって感じですかね。さあ、ウィンクス来ましたね。まあ、この辺とはね、何回も戦ってるので、まあ、大丈夫だと思います。湘南パンドラ、はい、まだヌーボレコールとね、アップスター、まあ大丈夫だと思います。多分きついのはオークスくらいで、それ以外はね取れると思うんですけどね。桜花賞、まあ秋華賞、あとはエリザベス、連戦連勝、はい、エイクス。国内、まあ、ちょっと任したいんですよね。そうか、エピファネイア負けたか。いや、取ってほしかったんですけどね。まあ、しゃあないですね。次、天皇賞あるよね。よし、はい、行きましょう。まずは1つ目取ろう。ダンスマイルか。ダンスマイルもまあ資質もいるんですが、まあ、そこそこねやれると思います。よし、いいね。行きません。はい、ビクトリアマイルはドーベル3冠かな、を登録してます。さあ、ウィンクス、 OK、 1番人気。マリアライトね、はい、まあまあ大丈夫です。ケイキンガイア、キングサロンとキングダンスの子、なかなかいい。さあ、どう。ウィンクス伸びろ。先頭差はほとんどない。湘南パンドラ追いすがる。やはりウィンクス、まあでも大丈夫でしょ。大丈夫ね。先頭はウィンクス、湘南パンドラ食らいつく。ウィンクス、いや大丈夫やろ。ウィンクス先頭、オッケー。ウィンクス、ウィンクス1着、2着にはどうやら湘南パンドラ。勝ちましたね。1
番人気に応える見事な G1 勝利です。はい、まあ湘南パンドラ、ハープスター、そしてヌーボレコルトよね。オッケー、はい、勝ちと、よし、これでかい。さあ、鈴鹿ちゃんか、そして大物ダンス、大物ダンス厳しいですね。あー、はい、オッケー、まあ、しゃあないね。サミックス、オッケー、湘南パンドラ。まあこれはどれでもいいです。はい、大丈夫かな。大物ダンスは、そうやね、もう一つ出しとく。ワンドオンリーか。違う、2000までか。はい、じゃあこれでいいですね。よし、とりあえずまあこれで様子見よう。あとは、あとは大丈夫か。大物鈴鹿に、まあこの辺が楽しみ。大物ティアラ、フリントシャモッキャね。で、キング白雪、ダースマイルも OK、 ドーベルさんかも OK か。ちょっと待てよ、ウィンクス、まだね、スピードが分かってないと。はい、じゃあネクストで、鈴鹿ちゃん、ここは一番人気。ぼちぼちやれますかね。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。どうだ、先頭後続馬もソットが来てるか。ちょっと苦しい感じだね。残り200メートル、ここで先頭変わってシャトークア、2番3着か。シャトークア、シャトークアか。シャトークア、シャトークア、1着、2着にはどうやらペラビスタ、勝ったのはシャトークア、見事な勝利です。まあこの辺には勝てないでしょうね。もうちょっとじゃないな、もっと成長せんとね。鈴鹿ちゃん悪くないんですけどね、有名どころには勝てないと。さあ、ダンスマイルか。ダンスマイルまあいけるかな。金か、5枚、まあこれぐらいでいいですかね。そして絆余ってる、絆か。うん、まあいいです。なんか使ってもいいですけどね。いいです、もう行きます。どんどん進めます。ダンススマイルの走り見ようか。連勝中ですからね。グランプリボスがいて、まあ大丈夫じゃない。はい、結構強いですからね、ダンススマイル。さあ直線に入りました。これからの勝負、どうだ。リチャード先頭、しかし後続との差が縮まってきました。コパのリチャード気づいてなかったな。踏ん張り切れるでしょうか。残り200メートル、ダンスマイル抜けた。2番手はコパのリチャード。いいね、よしよしよし、ダンスマイル勝ちました。1着、2着にはどうやらグランプリボス、はい、ね、これが G1 馬だ、ダンスマイル。オッケーオッケー、ダンスマイルなかなかいい。はい、まあグランプリボスですね。よし、オッケー、いきません。まあ7回出走して5回1着、まあ十分ですかね。さあ、大物ティアラが出走、そしてエピファネイアか。うん、頑張ってほしいね。ゴールドシップか。まあ、機種変えようかね、迷ったんですけどね。いや、もうずっと乗せてるんでね。あとは有効度もちょっと上げたいと思うので、信じて乗せる。さあ、天皇賞、はい。ハムリー、シネさん。エピファネイア。
まあ、正直メンバー的にちょっと苦しいですね。3200は。とりあえずもう絆ぶっ込んだ方がいいか。違う、ぶっ込めないんですよ。ね、あのウィンクスにも使わないといけないんですよこれ。なので一つだけはね、闘志も上げたいんですが、ここはもう一個だけ闘志使う。まあ、とりあえずちょっと待って考えよう。ウィンクスに一つ使わないといけない。もうこれは確定です。ただ闘志はいらない。レッドファルクスか。レッドファルクスに闘志、エピファネリア、いやこれじゃあいいや。はい、心肺機能の強化だけ使っておきます。これで、3200走れます。うん、スピードもうちょい上がってほしいよね。はい、それじゃあ種付けいきましょうか。まあ、10分くらいかかりますね。種付けいいよって方はね、またちょっと飛ばしてもらえたらなと思います。でキング鈴鹿から順番にいきます。今年はね、まあ、何も決めてないです、どうしようかとかね。キング鈴鹿か。まあ正直ダンスつけときゃね、まあ十分走るんですけどね。あ、ローエングリーン、ローエングリーンか。はい、ダンスイザムードはどうすっかな。うん、まあレールリンクでいいですけどね。はい、そしてドーベル、ドーベルの子はよく走る。キングダンス、うん、いつもなんでね、ちょっと変えるか。まあでも安定ですけどね、ちょっと変えるか。はい、で大物鈴鹿、大物鈴鹿もね、まあレールリンクでいいですけどね。アンテロか、悪くないけどね。まあどうしようかな。はい、じゃあ次パートナー。まあ迷うね。千両、千両か、懐かしいね。千両、キングノーザン、アンテロいいんすよね。つけていこうかな。さあ、シーザリオ、シーザリオか。そうですね、あ、ロードカナロアつけたいね。まあ、普通にね、シーザースターズ、まあ、つけるのもいい。千両、いや、どちらでもいい選手よ。はい、これでいきます。で、サウンドティアラ、サウンドティアラ、ルドルフ流星、ルドルフ流星か。そうやね。あ、オールフェーブル、まあ、オールフェーブルもいいっすよね。キングノースか、ノーザン、いや、ニューアプローチ行こう。はい、どちらでも、どちらでも、まあディープインパクトでいいね。シーザリオ参加でもいいか。はい、シーザリオ参加します。やっぱ自分のところをね、使っていきましょうよ、どんどん。
サウンド3。サウンド3か。ルドルフマイル。結構好きでしたね。ルドルフマイル。ルドルフマイルにしようかな。はい。さあ、そしてブラックキャビア。ブラックキャビアか。キングキーつけるか。さあ、キングスペシャル。スペシャルか。ウェイククラシック。ウェイククラシックもいいね。使おうか。はい、キングサロン。ルドルフ流星、行こうよ。はい、次はユキちゃん。ユキちゃん、まあ譲渡でいいんですけどね。フランケリグ、まあ、フランケルもガンガン使っていきたいね。ルドルフマイルでしょ、やっぱり。どうすかな。どちらでも2世。どちらでも2世いいね。ルドルフ行く。ルドルフ行きます。さあ次はススズ。ススズか。はい。で AP ティアラ。AP ティアラ、ルドルフで。そうやね、大物さんか。大物さん、そうですね、大物さんちょっと迷うけどね。ただキングダンスつけていきたいというのもあるんですよね。オーケンブルスでもいいね。どこ行っとんやん、どんな下行っとんやん。まあそんなにいいわけじゃないですけど、キングダンスつけますか。はい。ダンス鈴鹿、まあ、やっぱなんとかねちょっとつけときたいんですよね。キングダンス、ダンス鈴鹿、クラシック。アンテル行くか。よし。はい。そして、大物チャーム。大物チャームか。大物チャーム。ジョード。まあ、ハービンジャー使いたいんで、ハービンジャーにしておきます。はい。よし、これで。では、行きましょう。NEXT。さあ、大物ティアラが出走。国内。うん、大丈夫。これ勝ちます。よし、勝ちと。さあ、ピュアニアどう？当選冗談か。ウェインバリアションとかね。うん、まあ、いいメンバー揃ってますね。ゴールドシップがいますよ。ゴールシア、ゴールドシップ活躍してます。4コーナーをカーブして、ウィニングポスターの話です。当選冗談、先頭後続との差はほとんどない。活躍してる感じないっすよね。一気に来た。残り 200m を通過して、エッパネイヤ先頭、デスペラード抜けた。マジか。エッパネイヤ、デスペラード1着、マジで。ここも1着、2着はエッパネイヤ、安城お見事。2着どんだけ続くんよこれ。さえ渡りました。勝ったのはデスペラード。デスペラードか。はい、OK。デスペラード、エピファネイア、当選冗談、絆、ウィンバリアション、ゴールドシップどうなっとんやんこれ。全然上がってこんやん。まあデスペラード確かに強いんすけどね。ステイヤーズステークス勝ってますよね。
確かね、確かじゃね、勝ってるんですよ。ただ負けるかね。バンド鈴鹿、そして大物ダンス、そしてレッドファルクスと。マジか、これいって、負けるか。大物ティアラ、はい、ここはまあスタミナで OK。 ねレッドファルクスやね、くっそ。どこにしようかな。じゃあ短いところ1200あたりいっとく。調子大丈夫やね。はい、じゃあまあネクストでいきます。万能鈴鹿、ケンタキオックス、ちょっと厳しいかこれ。あー、ソープチャージングマリアか、無理やなこれ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者意地のぶつかり合いだ。残り 200m を通過して、いいとこ走ってますけどね。引き離しにかかります。残り 100m、 これは強い。2番手は万能鈴鹿、ストップチャージングマリア、強い強い、勝てんよね。ストップチャージングマリア圧勝、ゴールイン。ストップチャージングマリア、そうか、2着は微妙です。勝ったのはストップチャージングマリア、見事な勝利です。ただこの差はでかいっすね。これ2着ね、3着ね、この差でかいっすね。勝てる気せんな、これ。ここ思うんだんすね、勝ってくれたらなと。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ゴールドアクター先頭、後続馬も足を伸ばしてきました。残り 100m を通過して、いや、さあ先頭、悪くないぞ。そっからグッと2番手はゴールドアクター、鈴鹿デビアス、差を広げる。怖いですね。鈴鹿デビアス1着、2着はゴールドアクター、見事に勝ちました。鈴鹿デビアス、シャドウダンサー完敗です。ダメか、着外に沈みました。ダメですかね。スピードないかなこれは。まあそれ以外かもしれないですけどね。よし、来た、ドーベル三冠、そして鈴鹿ちゃん、あとはダンススマイルと。 OK、 はい、ビクトリアマイル。誰出てくる、ジェンティルドンナか、連覇なるか。ドーベル三冠がまあジェンティルドンナに決まりやね、これね。鈴鹿ちゃんとビルシーナ、はい、が同じぐらいじゃん強さ。まあ、鈴鹿ちゃんは能力は高いけどね、まあ、難易度スペシャルってことでね、うん、まあスピードで、まあ、まあまあビルシーナくらいじゃないですか。ビルシーナここまで高くないですよね、能力ね、はい。誰だったっけ、確実性があるの、大物ダンスか。あ、でも賢さエスプラか。やっぱスピードないんやな、これ。大物さんの子ですよね。あ、スピードないかもね。はい、じゃあ行きましょうか。14年。14年の天皇賞春ってさ、誰取っとったっけ？フェノメノか。さあいよいよ直線の攻防、バドトロは先頭、しかし後続の足、フェノメノでしたっけ、ハクサンムーン先頭、外から勢いよくさっきおった先頭、残り 200m を通過してダンスマイル、余力は十分、さらに引き離していく。2番手はダンスマイル勝ちました。ダンスマイル、ゴールイン、ダンスマイル、1着、2着はラブリーデイ、これが G1 馬の実力だ。まあまあ順調やね、ダンスマイルは順調。ゴールドシップが取ったのが15年やったかな、あれ。次か、ここフェノメノか、やっぱりフェノメノウィンバリエーションか。12着ダイジェストいきましょう。いざ勝負の時、K.I. エレガント先頭、後続はどうか、ストレートガール先頭、やはり最後は
この2頭だ。内からぐんぐんと。ちょっとこれやばいんじゃない？残り200メートルを通過。これやばいぞ。いける？このまま振り切れるか。粘れ。ジェンテルドンナ。よしよし。あぶね。2着にはどうやら、ね、ジェンテルドンナ。勝ちました。宿命のライバル対決。この一戦を制したのはゴーベルさんか。やっぱ強いね。ジェンテルドンナ。この能力に食らいついてくるというのはね。どんだけ高い能力しとるんっちゅう。うん、鈴鹿ちゃんやっぱ厳しいっすね。もう史実にもうボロ負けじゃん。はい、勝ちました。負けません。これ宝塚さ、ドーベル3冠持ってった方がいいんじゃない？エピファネア無理やろ。無理じゃないですか。あ、ウィンクス来た。よし。あ、今回このウィンクスの、まあ、レース見てね、終わりますか。まあ、ちょっとここ絆もつかないといけないので、2つ目の花束。はい、2つ目の花束取ろう。まあ、いつものメンバーですね。よし、最近こんな感じですからね。無双ですよ。めちゃくちゃ強いじゃん。ね、上がってきましたよね、一気にね。しかもそんな、ね、相手が弱いとかそういうわけじゃないですからね。強いよ。宝塚取りに行くなら、ドーベル3冠出すしかないっすね。エピファネアだと苦しいですよね。悪くないんすけどね、エピファネイヤ。さっきさ、あのフェノメノ出とった？ちょっともう一回確認しよう。ちょっと気になりますね。確認しよう。おった、出てました。あ、手のシャル出とるわ。あ、全然やね。そうか、なんとも言えないっすね。天皇賞春、そうやね。一番人気のゴールドシップスでもここあの微妙でしたからね。そうやね。だから次や、次、次ですね。あ、ここやね、ここやね。そうそう、ここですね。天皇賞春取って、ウィンバリアションが2着。あ、これ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 。ここは違うね。それは前の年だね。はい、で次がゴールドシップですね。はい、15年がゴールドシップ。うん、まあいいか、行こう。絆。まあ、何が起こるか分かんない。だから楽しいってことでね。よし。あとは大丈夫やね。万能鈴鹿。あ、OK。はい。じゃあ、ミックスに、絆使って。心配機能強化。いきます。これで絶好調で、一応まあ2400、まあギリっすね。このギリ走れるのって微妙な時あるんですよね。一応まあ走れるようにはなってるじゃないですか、2400で。2400走れる馬が2400強いかって言われると、ちょっと微妙なんですよ。2600ぐらいの距離適性があって、2400はね、まあ十分走れるんですけどね。ギリギリの時ありますよね。その馬によっては、全然なんか能力発揮できるみたいなね。まあとりあえず行こう。よし。いや、ウィンクスはいける。名馬中の名馬。負けるわけない。今年のメンバーもね、結構強いですけどね。ケイキングフローって誰だ？ケイキング、じゃあキングパートナーとキングノーザンの子。その下にもさ、ケイキングアイアンいますね、また。
頑張っとるやん、救急で。行こう、大丈夫です。さあ決着をつける時が来た。テイキングフロー先頭、後続馬も足を伸ばしてきました。さあウィンクス来て、さあ先頭に立ったのはウィンクス。1馬身から2馬身引き離す。残り 200m 失速大丈夫やね。はい、しません。 OK、 力強い走り。2番手は湘南パンドラ、ウィンクス。1着ウィンクス、OK。 1着、2着は湘南パンドラ、ウィンクス。金馬2冠達成。難易度によって全然変わってくるんですけどね。金馬3冠はもう目前だ。このスペシャルはさ、この能力で負けるってこともありますからね。この能力でそいつに勝てんのっていうね、ありますよね。はい、 OK、 いいですね。これはきっちり押さえて、これ硬いですね。牝馬3冠はあとは得意距離で走るだけなので大丈夫だと思います。私立ですかね、私立で勝つのはまあまあ当然ですからね。さあダービーもね狙います。イスラボニータはサブマラジェンは通りね。はい、まあ、全然大丈夫です。いけます。ウィンクスならいけます。2つ目の体感です、イスラボニータ。湘南パンドラとは、ライバル同士ですよね。牧場の手伝い、ちょっと見る。はい、今はこんな感じですね。まあ、騎手になったらちょっと使いたいよね。ちょっと使ってみたいですよね。よし、じゃあ次はウィンクスのレースから。まあワードリが一番怖いんですかね。どうですかね。まあ実際取ったのはワードリですけどね。2着かな、イスラボニータ2着だね。ワードリ、イスラボニータの順位だったね。はい、ということで、今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。